さあやってきました、ニュー川駅ってことでですね、これでねニュー川って読むんですよ。ね、三重県のいなべ市のね北西町かな、あれ大安町かな北西町かな、ちょっとしまったピンとこないけど、西藤原駅を見送って、ひとまずこの駅でね降りようと思います。この駅はね、そうだ、この駅はね、貨物鉄道博物館というね、面白いやつがあるんですよね。せっかくなんで、まあもう大向き見えてますけどね、これなんですけどね、ちょっと見てきましょうか。で、三岐鉄道って面白いですね。基本的に無人駅がないんですね。駅員さんがどこもいるみたいで、この駅もね、有人駅みたいで、あ、駅員さんいるわ。へぇー。これね、さあ、で、ニュー川駅で、ひとまずちょっと三岐鉄道の概要みたいなのをね、ちらりとやろうかなと思いますけどさ、まずは、こんな感じでね、全部有人駅で。あ、こんにちは。お願いします。あとなんかスタンプラッキングをしたいんですけど。はい、どうぞ。あ、でも暑いですね。暑いですね。よいしょ。そういや、ニュー川は、はい、あれ、北西町でしたっけ、大安町でしたっけ。大安町。あ、で、ここはだった、はい。よっしゃ。おー、押せました。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにどっかいないかな、どっかに物事書いてあるのがあったらいいんやけど、ないな。あっち。さあ、ということでね、順調にスタンプラリーも進んでますけどね、私ね、致命的なこと一つ忘れてましたね。ターミナルの企画やるっていうのに、私三岐鉄道でターミナルしてないですよね。ターミナルでいつもね、やって損ねてましたよね。あ、ちょうど電車来たわって乗っちゃってましたよね。何をタイマンやってるんでしょうね。まあどうせまたね行くんでいいんですけど、うん、ね、何やってんだお前はってね、本来の目的を完全に忘れてるだろうっていうね、ことなんですけど、やってきましたニュー川駅で、ニュー川の説明をする前に、簡単にね、この回ね、西藤原にね、行きましょうというね、企画と、まあ、ターミナルの企画を一緒に並行してやってるわけですけど、ターミナルをやる、三岐鉄道のターミナルをやるときに、ちょっとね、ネックになるのが、この三岐鉄道のね、独特な線形なんですよ。地図をね、多分この辺りにちょっと探して出してきますけどね、見ての通りですね、三岐鉄道っていうのは2つの線でできております。三岐鉄道三岐線っていうものと、三岐鉄道北西線という、2つの線で、三岐鉄道っていうのができてるんですね。なんですけど、普通ね、大体こういうふうにね、地方鉄道とか、地方鉄道じゃなくてもですよ、ね、違う線とね、違う線がある場合には、基本的には乗り入れをしてるじゃないですか。乗り入れしてないでって、ああ、まあそうか、名鉄の、瀬戸線ね、名鉄瀬戸線なんかは確かに完全に独立しておってね、とかっていうような例はあるんですけど、ここもね、そんなような感じでね、実は、この三岐鉄道三岐線と、三岐鉄道北西線っていうのは、交わらないんですよね。ですので、どっかでね、歩いて移動しないといけないんです。もしくはね、もう一回近鉄富田まで行って、近鉄富田から今度、近鉄でね、桑名駅まで行って、桑名駅から西桑名駅に乗り換えというようなね、感じでやるしかないということでね、結構ね、厄介っちゃ厄介なんですよね。で、ここは駐車場なのかな？駐車場は、利用客以外の駐車修理をお断りしますってなってるんで、これ、逆に言うと、利用客の人は普通に止めて、使っていいのかな？三岐鉄道はね、あそこはそうなってるって聞いてたのにですよ。東院駅はそういうようなパーク&ライドで、無料駐車場があって、そこに止めてっていうのがあるで、それも利用検討してたんですけどね、今日。まあちょっとあっちまで回るのもあれかなということでね、ちょっと別で酔いたいところもあったんで、富田から今日は乗ってますけど、
この三岐鉄道っていうのはこういった線形なんで、ターミナル取ろうと思ったらそれぞれ別々なんですよね。切符はね、この1日乗り放題パスでどっちの路線も使えるんで、使えるのは使えるんですけど、そうするので、どうするかというと、これね、一回ね、歩かないといけないんですね。ですんでね、本当はね、ちょっと暑さも暑いんでね、どうかなと思ったんですけど、いや、こっちまで来たらちょっと涼しいな。やっぱ標高がだいぶ高いですからね。っていうことで、あれかなと思いますけど。で、ここのね、入川駅はね、ちょっと面白いのがこれですよね。このね、貨物、そっちに書いてありますね、貨物鉄道博物館っていうね、なんかね、鉄道博物館の中でもまあまあマイナーというか、マイナーって言ったら失礼ですかね、っていうのがあります。まあ、来る途中にもね、いろいろとありましたし、あれですけど、ね、結構プロプロの、ね、倉庫代わりに使ってるようなね、貨車とかね、残ってましたけどね、ほぼ駅だったかな、あれは。ですけどね、ここはね、面白くてね、こういった博物館を借りておるということでね、うん。ちなみにね、ここはね、大安町らしいです。北西、もうすぐ北西町なんですけどね、そうそうか。乳川までは大安町で、どっちも稲城市なんですけどね、この先って何や、海都か。海都とかに入ると北西町ですよね、旧北西町。全部あざめで言うんでね、なかなか厄介なんですけどね。で、これに書いてありません。次回開館日は9月6日ってことでね、それまでにはちょっと一回アップロードしたいなとも思いますけど、貨物鉄道博物館というふうになってね、一応この中がね、その開館日だと取れるらしいです。あ、こんにちは。では入っていいのかな。じゃあこんなふうに蒸気機関車。お年のジェラコイの使ってたんですよね。で、こっちには結構昔ながらの貨車が残ってるんですね。これすごいな。貨鉄線香、形式と15型。これは、谷組伊比線。谷組伊比線ってことは名鉄の方か。秋田 HK 東武線専用車ってなってますね。秋田線ってことは秋田の貨物線のことかな。あっちの方にあったんですよね。その流れで今も郵便局がね、あそこに安土神宮前局っていうね、幹事局になっているようなね、局があって、そこがハブ局になっとったりするんですけどね。これは、なんて読むんでしょうね。荷重だから重さですから、トンか。10トンかな。で、高さが 2.1 メートル。これはメートルですよ。2.1 メートル。自重が 5.80 トンってことか。面白いですね。と、246。木製貨車なんやね。木ですよね、これ。漆喰が塗ってあるんだ。あ、二軸貨車か。非常に珍しい構造なんですよね、多分。あまり詳しくないんでね、ここに書いてありますね。元愛知電気、やっぱそうですね、名鉄の前身のマークなんですね。これ愛知電気鉄道のマークってことね。第一次世界大戦後、常滑線製の貨物輸送所、常滑焼ですね、の需要とかですよね。重要としたため製作した。有害者ですね。で、大正末期に10トン積み、無害者に改造されました。もともとは有害ってことやで、上に屋根があったんですね。が、屋根のね、こういう形に改造されましたよ。本社にはブレーキシリンダーがなく、白い十字の表記はそれを表しています。ブレーキシリンダーがなく、白い十字の表記、これのこと？ほう。ブレーキシリンダーがない。電動ブレーキじゃないってこと？そんな地雷があったんですよね。ちょっとまた詳しい人に聞きたいな。っていうか、詳しい人に見に来てほしいな。ぜひ。
これは裏かな。なんでしょう。見たことない。これは裏じゃない。カバハラか。カバハラかな。こっちの人間、鉄道じゃないね。わ11から11号。うん。新潟県を走っていた、カバハラ鉄道かな。トン積み有害者。昭和に入ってから有害者の側面は交番張りが一般的になりました。本社は木張りですと。中小ローカル施設の各社も遠征の産物や生活物資を積み、国鉄線に乗り入れ活躍しましたってことなんで、やっぱり昔は物流の主役は鉄道やったよっていう時代のあれなんですね。こんな感じで、カバハラ鉄道で、確かに横ねちょっとだいぶプロになってますけど、木造で有害というのはこういうことですね。上に屋根がありますよということですよね。そういうことなんですね。で、もう今はねあんまり聞くことなくなりましたけど、ね、秩父鉄道なんかに残ってるのかな、関東だと。ね、あの地方鉄道からそのままね、あの JR の貨物線使ってね、あの貨物輸送が行われているのか。最近のねほとんどそういうのはなくなりましたけど。昔はこういうのが盛んでしたよということで、こういった感じでね、この新潟でもそういうのをやってたんですね。で、こいつは、西濃か。これはどこなんでしょうね。製造が1934年。ああ、確かに、交番になってますね。いいかな。うん、交番ですね。で、最大寸法と書かれてますね。国鉄、ちょっとすみません、日差しの風にあり読みにくい。国鉄発の構成有害緩急車で、2人乗務用の広い車掌室が特徴ですと。2トン積みの小さな貨物室は他の貨物との混載に不向きな、鮮魚や貴重品など小口貨物用だったんですね。へー、鮮魚なんかも運んでたんですね、こういうので。1977年からは岐阜県の西濃鉄道に移籍し、推進運転に用いられました。推進運転ってのは、ちょうどあれだな、最近どっかの動画で、スーツさんだったかの動画でね、上がってましたよね。上野駅の推進、ね、輸送ってのが出てましたけど、要は、後ろ向き、後ろに貨車をつないで、貨車が後ろからグイッと押すような形ですよね。貨車ではない。貨車が前に、先頭の方について、後ろに、機関車がついてね、こう、グイグイ、ちょうどこからこうやって押してくるような感じですね。今これは蒸気機関車ですけど、グイーッと押して進んでいくような、いわゆるバックで全力バックするような、運転の仕方なんですけど、そのためにここにね、ブレーキとかがついておって、こっちの方からね、見て、やることが、言って指示出してね、いや、ここが運転席の代わりになって、非常ブレーキ弁なんかもありますもんね。これはそれ用ってことなんですね。で、こっち向きにシューと、こういうふうにね、こう運んでいくことができますよっていう運転やってたってことなんですね。で、確かに、荷重が2トンってなってるので小さいですよね。ですんで、まあ中に乗務室とかがあって、まあ貨物室とか小さい分、そういった小口の荷物とか貴重品とか入れたりして運んでおったってことなんですね。いろんなね、需要があったんですね。戦前の話ですからね、ここの、なんかも全然違いますよね、今と。で、これは何だ、炉式台車か。式160型ってなってますけど、すごい。これは説明が書いてないですけど、京葉市原駅常備。ちょうどこの前市原行ってきたところですからね。へえ。これあれか、超大型荷物とかを運ぶようになったかな。多分これが全部、これで1両というか、まあ実際にはスチャリに台車何個もつなげてますけど、ね、これでワンセットで運転してたってことなんでしょうね。日車ですね。東京の日本車両となってますけど、昭和30年。1955年。ってことは、50年、65年もの、なんか書いてありますね。荷下ろし時には、ンドスコッチを
使用をし、ブレーキを緩める。こいつを使ってブレーキを緩めるということは、荷下ろし時にも。緩めるじゃない、締めるか。これで締めるかな。あれ後でカンニングしよう。へぇ、ホッサ。これは何用なんでしょうね。登ること、天井に登ることは危険ですが、そうですね。これは危ないですからね。はいはい。これあれですね。昔の三岐鉄道バスのバス停表ですね。昔あったな、よく見かけたな、この形の三岐バスのバス停。で、これはまあ繋がってないんですね。ここでこう切れておってたことなんですけど。で、向こう側はまだ説明してなかったですよね。今素通りしてきてしまいましたんで。よし。